風の力に可能性を感じます。私は現在酒田で風力発電の仕事をしています。学生時代より再生可能エネルギーに興味がありました。生まれ育った酒田で好きな分野の仕事ができ、毎日が充実しております。運転が好きなので、よくドライブに行きます。酒田は山あり海ありで四季折々の景色を見ることができるので、運転してて飽きが来ないです。これは私が撮った写真です。今酒田の本間病院で看護師として働いております。患者さんとじっくり向き合い、一人一人丁寧な看護を提供できるように心がけております。最近は患者さんから庄内弁で、あなたは優しいのって声をかけていただいたことが嬉しかったです。職場の皆さんは本当に優しくて、困ってる時にいつも声をかけて、くださいます。看護学校に通わせてくれた両親にはすごく感謝をしていますし、今は両親の近くで暮らせているので、とても両親も喜んでます。もう酒田から離れたくないです。酒田で働き続けること、それが今とても幸せに感じています。プレステージインターナショナルの労務管理を担当しております。社員全員にとってより働きやすい環境を作ることが労務としての使命だと思いながら日々仕事をしています。コミュニケーション能力であったり柔軟に対応することが求められております。私は岩手県出身で、酒田市にあります東北公益文化大学を卒業後、プレステージインターナショナルに入社しました。現在は子育てをしながら仕事をしています。酒田市ならではの移住支援制度であったり、自社の女性が働きやすい環境や制度を利用して安心した暮らしを送っています。先日はアランマーレのバレーボールの試合を息子と観戦しに行った後に、飯盛山公園で一緒に遊んだり、あとは最上川の白鳥を眺めたり、自然を感じながら休日を過ごしています。お客様の期待を超える製品サービスに将来性と自信を感じます。白畑彩です。IC 技術部のデバイス技術グループに所属しています。私は県外の大学を卒業後、東北エプソンに入社しました。入社当時から丁寧に上司や先輩方が仕事の方へと教えていただきましたので、すごく働きやすい環境というところが魅力に感じています。挑戦したいことは品質向上のため、エンジニアとして自主的に自分で動けるように、いろいろとこれからチャレンジしていきたいなと思っています。私は小学校の頃から卓球をしていまして、今では社会人チーム酒田のところで体育館を借りて練習をしています。またその練習の成果を大会で発揮できるように今頑張っています。仕事仲間とキャンプでバーベキューをしたり、酒田の海が好きなので友達と海に行ってはしゃいだりして自然を満喫しています。人と接することが好きです。お店でお客様をお出迎えしております。広田牧場本店で接客をしています。食を通じたサービスでお客様に喜んでいただける今の職場を選びました。お客様がゆっくりお買い物を楽しんでいただけるように常に周りに気を配ってお仕事しています。趣味は、最近カメラを買ったので、そのカメラで写真を撮ることです。京文化が残る酒田の街並みが好きで、よくカメラを持って散歩に行きます。